コン。よ、テキトです。今回は5人目のアバターを作ります。で、いやいやテキトさん、あなたアバター1個しか持ってないでしょうがって思った方、残念ながら私今のところアバターをね4つ持っています。で、知らない方にね今ご紹介しますね。はい、一番左がまあ皆さんご存知テキト、そしてこの右のね普段は海賊の格好してないんですけどテキちゃんで、3番目が女優ちゃん。これはゼペット漫画のサムネイルとかにいろんな格好で出るので、顔が決まってません。で、4人目が、テキポヨ。そして5人目、これね今までクレヨンしんちゃんの見た目だったんだけど、サムネイル用にちょっと見た目変えたりしてるんで、まあ女優ちゃんのね男バージョンってことで男優でいっか。そして、今回この5人目をねアバター作っていこうかなと思ってまして、最終的にこの5人目のアバターは皆さんに名前をつけてもらおうかなと思ってます。ちなみにねテキちゃんは俺がつけたと思うんだけど、このテキポヨはね皆さんにつけてもらったんで、また5人目もね、まあ、YouTube のコメントに、この動画のコメント欄に書いてもらおうかな。はい、よろしくお願いします。5人目のアバター楽しみだなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。では作っていきましょうか。キャラクターを追加。ちなみにねこれ最初は1人しかいなくて、2人目作るのに120円だったかな。で、次が240円、500円、400円、500円で、最終的に5人目でね、いくらだったっけな、600円ぐらいした気がする。だんだん値段が高くなってくんだね。最大10人作れるみたいです。さあ作りましょうか。性別を選択してください。まあ、今回はね男の子でいこうと思います。ちょっとねテキちゃんテキポヨって2人いるんで、やっぱ男の子もね2人いる方がいいんじゃないかなと思って、男性で。さあ来た。キャラクターを選択してください。いやこれ重要なんだよ。あのテキトのアバターあるじゃん。テキトはね、まあ、どっちかっていうと可愛い寄りだから、ちょっとクールにね、なんか目が細い感じでちょキリッとした、イケメンで行きたいなと思ってるんですよ。まあおじさんでもいいんだけど、ちょっとおじさんにしてもね、多分この動画のサムネイルに若干映ってると思うんで、それがおじさんだったら多分みんなクリックしないんだよ多分みんなクリックしねえから、やっぱまあイケメン系でいこうかな。どのスタイルでいこうかな。あ、でもこういう金髪系の男子いいんじゃないかな。今俺ね髪の毛が青くてちょっと癖があるから、たまにはこういうなんか顔腹立つな。まあまあまあ、でこれやっていきましょうか。まあ身長はね、いずれこう変えていくとして、まあでもスタイルいい方がいいよね。で、髪型ですよ、まず。でも結構ね、皆さんのプレゼントのおかげで、髪型は結構持ってるんで、その持ってる、送られた髪型を使っていこうかな。クールな目元に合うやつは何だろうな。こういう髪型とかも良くない？結構さっぱりしてて、ちょっと BTS とかにいそうじゃない？イケメン。で、こういうのもいいよね。ああ米津米津剣士。でもね、今テキトがセンター分けなんで、結構前髪は重い系でもいいな。こういうのとかね。皆さんはどういう髪型がタイプですか？こう、現実にいたら、こういう前髪がさらっとしてるタイプか、まあ、こう、なんていうの？センター分け、これセンター分けじゃないけど、ちょっと真ん中分けてるやつとか、あとはこう、なんかさっぱりしてる感じ？前髪上げてるみたいな、どういう男の子がタイプですか？皆さん教えてください。ちなみに私はねセンター分けなんで、センター分け好きな方よろしくお願いしますよろしくお願いします。いやこれじゃウド鈴木だしな。まあ髪型はいつでもねすぐ変えられるんで、まずは顔を変えていきたいけど、ちょっと髪型決まらん。今俺が持ってる髪型結構あるね。さあこの中から選んでいきたい。あ、でもこれかっこよくない？わ、これかっこいい。もうこれにしよう。これ絶対イケメンになれるわ。でね、髪色ですよ。やっぱ今、メインが青色。確かね、何色だ、どの色だったかな？確かこれだった気がする。これだよね、テキトの髪色。なんで、ちょっと違う感じにしたいんだよね。で、クール系なんで、まあ、色は暗めだけど、暗すぎてもつまんないよね。固定キャラクターっぽくいきたいんで、じゃあ紫にしようかな。紫もなかなか良くない？じゃあ紫。どういう系の紫にしようかな。ちょっとこれくすんだ紫とかかっこよくない？よし、これでいこう。で、顔ですよ。もう顔一番重要だからね。まず輪郭いきましょうか。輪郭はまあ小顔の方が受け良さそうなんで、難しいな。これマジ、これ今パソコンでやってんだけどむずくない？ほっ
ぺはまあ細めの方がこうキリッとしててかっこいいよね。こうかな。ちょっとここら辺はカットっていうか早送りします。まあ、トリマこうかな。でもまあまあ口とか目とか変えていくんでね。よし、じゃあ次は眉毛いこうか。眉毛はね、やっぱキリッとしてる方がいい。ちょっとこれ見づれえな、髪型。髪型変えていい？ちょっと一旦見やすい髪型にするわ。で、眉毛。まあ眉毛もね、髪色と合わせて、色が違いすぎずちょっと明るいぐらいが良かった気がする。よし、これでいこうか、色は。で、ちょっと眉毛の太さをね、変えましょう。トリマ、まあ、まずはこの細さでいこうか。いや、太さこれでもいいな。いや、これぐらいがちょうどいいか。そんで目ですよ。やっぱ人間の形を作るのに目はすっげー重要ですから、ここはね、しっかり考えていきたい。目はね、上の方、下の方だと、まあちょっとこれは極端すぎるけど、下の方が童顔っぽくて、上に行くほどこう大人っぽく、まあなるんですよ。まあクール系だから、ちょっと上目でいこうか。こんぐらいかな。高さ的にはもうちょい下かな。このさ、俺毎回このキャラクリエイトをするのに毎回思うんだけど、もうなんかさ、またなんかいい目なくない？なんかいい目ないよね。どっちにしろもうなんていうの、カスタマイズ前提の目になるのがさ、もうちょっとこうこのまま選択したままでもなかなか可愛いじゃんっていう目ないんですかね。酒カラコン入れちゃうか。カラコン入れてから見た目変えていきましょう。ちょっと今回だとあんまりいい感じにならないかもしれないな。カラコンちょっと攻めてこれでいこうか。もう紫紫って感じでいこう。そんで目の形を整えていこう。いやー、ちょっとこれ細すぎるかな。あ、でもこういうさ、なんか韓流スターっていうかいるよね。結構なんか見慣れたらかっこいいかも。でもまあまあ鼻と口が残ってるんでね。まあ鼻と口を変えて、まあどうなるかですよ。で、あれ、よく考えたらちょっとこれ目合わないなとかなったら、まあ最終調整とかもしていこう。じゃあ次鼻だね。まあ鼻はスッとしてた方がこう、クール感は出るよな。ちょ、変態臭がするな。まあできるだけちっちゃい方がいいよね。鼻下っていうか、このね、鼻のこの、ここの長さはあんまり長くない方がいいんですよ。え、なんか鼻戻んなくなっちゃった。鼻戻んなくなっちゃった。まあこれをちょっとカスタマイズすればいいかな。これこうかな。あ、来た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 。これね、横面っていうかこの斜め45度ぐらいの角度、これすっごい重要なんで、皆さんもちゃんとキャラクリエイトするときはこの角度も見ましょうね。どうしようかな。でこれね、まるでちょっと見づらいのよ。これ消せたらいいんだけどね。あー、鼻高くできんだ。まあでも鼻高い分にはいいんじゃないか。あー、でも鼻の高さはまあいいとして、もうちょいこの長さ短くした方がいいな。いや、なんかもうわかんなくなってき、ちょ、わかんなくなってきた。よっしゃ、口行こうか。まあまあまあ、ちょ、とりあえずまだ見といてください。ちょっと肌白すぎるか。ゲームしすぎて家出ない子みたいになってるけど、まあでもこういう白い感じもまあまあありなんじゃないかな。確かね、私適当なアバターはこんなに白い色白じゃないんで、まあ色白のキャラクターも作ってもいいよね。さあ、口いきましょうか。どれにしようかな。やっぱ口今んとこちょっと大きめで、もうちょっとスッと横顔も E ラインを整えた方がいい気がする。口は小さめにしよう。え、梅干し食べた？梅干し食べたでしょ。可愛いね。まあこれも可愛いけど、まあまあこれから、あ、でもこれさ、これを改良っていうかカスタマイズしたら結構イケメンになりそうじゃない？俺結構こういう薄い顔好きよ。ね、今どこが良くないんだろう。口っていうか口角が上がってないんかな。これもうちょい口角キュッと上げてニコッとさせて、そんで口の位置は、まあ、ここら辺かな？こんな感じ？ちょっと一回見ていい？あー、なんかな？なんか、何が、おかしいんだろう。なんか、ほうれい線できてない？いや、これは変顔してる時なのよ。あー、でも、この口を上に持ってきたらかっこいいんじゃないか。これをゆっと、ここら辺、どう？なんかな。なんかね、なんか納得いかないんだよな。どういう、あれなんだろう。輪郭が良くないのかな。一回形を整えてから輪郭変えてみよう。あ、わかった。これ上すぎるとほら、これなんかほうれい線がギュッて、ふん、
ふんってなっちゃうんだ。まあ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 、ちょまあまあそこそこ。でもさ、最初よりだいぶかっこよくなったよね。すごいいいと思う俺。で、ね、輪郭ちょっと変えてみましょう。なんだろう、なんか違うんだよな。やっぱ口かな、なんか違うよね。なんか元気ないよね。クール系ってよりかはなんか失恋しましたみたいな失恋しましたみたいな感じになってるけど、何が違うんだろう、これ難しい。口一番難しい説あるぜこれ。なんでその顔、意外とこの口がいいとか。これを上にして、よいしょ。でもうちょっと唇をぷっくりさせる。これでどうや。あどうしよう、俺ちょっとキャラクリエイトの腕下がったかもしれん。これがマックスで、これが一番細いのよ。でも細くてもね、俺結構、あ、やべやべ、変えちゃった変えちゃった、やべ。 OK、 あ、これでいっか。これ一番細くても結構俺はかっこいいと思うんだけどね。ただどんぐらいがいいんだろう。ここら辺から普通になるよね。これが普通で、細めがいいんですよ今回。細め、やっぱこんぐらいだよね。なんかちょっと適当に似てない？なんか俺やっぱさ、俺がクリエイトするとちょっと適当に似ちゃうのかな。なんか適当に似てるよねちょっと。てか髪型が問題の可能性あるの。一回髪型変えてみようか。おお、結構かっこいい結構かっこいいじゃん。ロン毛は、ロン毛は似合わなそうだね。センター分けは、あ、結構かっこいいじゃん。結構かっこいいけど、なんか納得いかないんだよな。どれだろう。あはは。なんか一昔前の韓流スターって感じがする。いやもう俺の感覚が麻痺ってきてるかもしんない。これは良くない。これが良くない。これが似合ってないことだけはわかる。これめっちゃいい。これめっちゃいいじゃん。これすげえ似合ってない。花輪くんみたいでかっこいい。金持ってそうだな。今これね、適当の髪型と同じ髪型なんだけど、やっぱなんか俺似てるな。ちょっと適当に似てない？ダメだダメだ。ちょっと違う感じで行きたいのに。一旦顔はこれにしときます。で、またね、ちょっと調整するかもしんない。ちょっとファッション変えてこう。これ胸元めちゃめちゃ空いてるファッションじゃないかよ。これね、結構服装で変わったりするんじゃないかな。いやまだね、その今見てる皆さん、ちょっともうちょっといい顔できたんじゃないって思った方、まあまあまあ、ファッションマジックってやつを見せてあげますよ。ちょっと待って、思ってた5倍は服なかったわ。もう服なさすぎて、とりあえず紫の選びました。派手だね。あ、でもなんかこっちの方がカジュアルで可愛いかもな。ちょ、これ一回ズームしていい？あ、いいじゃん。あ、普通にかっこよくない？なんかかっこいいよね、普通に。どうです？普通にかっこいいよね。語彙力。これさ、二重とかつけたら割といいんじゃねえか。まぶたとかさ、まあ二重ってよりかは涙袋が欲しいかもしんないね。ほい。あー、眠そう。でもこれも普通にかっこいいな。え、これかっこよくない？え、これかっこよくない？これなんかさ、目にアクセントがあって、すごいかっこいいと思うんだけど、どう？こういう、がっつり二重って感じなのかな？ちょっとわかんないけど、こういうのかっこよ、あ、これやっぱかっこいいよね。これにしようかな。やっぱりメイクで割とカバーできる感はあるな。うわ、そばかすとかついてたらかわいくない？え、めっちゃかわいい。え、そばかすめっちゃかわいいんだけど、どうしよう。そばかすつけてもいいな。いや、これかっこ、え、なんかすごい急にかっこよく見えてきた。俺の目が慣れたのかな？それともよくできてる？でね、なんかまあ、ほくろどこにあったらかっこいい？ほくろはいらないかな？ほくろいらない説も、ほくろいっか、そばかすあるし。おぉ、え、普通にかっこよくなったかもしんない。え、めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん、お前。なんだ急に。やっぱ目か。目って重要なんだな。いや、なんかもう坊主でもかっこいいもん。いや、なんか普通に女の子の顔としても可愛いな、これ。これは女泣かせる顔してるわ。いや、なんかこれ良くない？これね、サンジ、ワンピースのサンジの髪型なんだけど、やっぱこれかっこいいよな。中性的な顔になって、すごくいいね。この髪型ね、結構巷でかっこいいって噂だったんで、まあとりあえずこれつけとけばいいか。はい。じゃあこれで一回保存して、今朝5時に撮ってるんで、まだね、アバター作ってるのバレてないと思うんだよ。フォトブースないかな。よいしょ。おー、あー、なんかかっこいい。え、なんかさ、ピクサーアニメとかに出てきそうじゃない？普通にかっこいい。これ気に入ってます、私。さて、ここでね、皆さんにお願いがあるんですが、この、キャラクターの名前を、考えていただきたいです。
どうですか？なんかこの動画を見ててこの名前がいいんじゃないみたいな思いついた方、YouTube のこの動画のコメント欄に書いてください。その中からね、あ、この名前いいじゃんと思ったのを、採用させていただきます。いや普通にかっこいい、いいね普通にこれ良くない？こういうちょっとリアル寄りなアバター作りたいと思ってたんですよ。いやこれはかっこいい。はい、というわけで今回は、5人目のアバターを作っていきました。まあ、今後ねこう服装とか髪型もねちょこちょこ変えたりして、サムネイルとかにも、動画のサムネイルとかでも登場すると思うんで、お楽しみに。私もね皆さんがどんな名前を考えたのかすごく楽しみです。はい、私ゼペット動画や他にもゲーム実況いろいろやってますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。そして Twitter や Instagram のフォローも待っております。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。